こんばんは。始まってるかな。こんばんは。あ、来た。あ、ばばば。よかった。こんばんは。こんにちは。はい。アップアップガールズ括弧日記。新メンバー候補生85番のユリアです。よろしくお願いします。こんばんは。はじめまして、ありがとうございます。今日はいつもと違う場所のから配信です。間に合ったよ、ありがとうございます。光が…まあいいや。しましまちゃん、ありがとうございます。そう、今日2回配信しようと思ってます。今日のユリアです。よろしくお願いします。と、今日1回目の配信はこのまだ練習中なんですけど、ギターの練習をする配信をしようかなって思ってます。特訓配信。そう、よろしくお願いします。そう、今日は違う場所です。せっかくだから場所もね、変えたりしてみたいって言ったんで。光るな、顔が。こっち向こう。いいね、ありがとうございます。エピフォン、そう、ギターのメーカー、これは昨日も、あ、一昨日も言ったけど、自分のお年玉で買ったやつです。赤くて一目惚れしました。頑張ります。よろしくお願いします。楽しそう。イエイ。そうだから、この1回目の配信はね、ゆるく配信しようかなって思ってて、あんまりやることとか決めてきてないんですけど。マリアット、ありがとうございます。そう、ゆる配信したいから一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。ギター大きすぎないですか。ゆりが持つとそうかもしれない。昨日はおかえりなさい動画ありがとう。あ、いや、こちらこそ見てくださってありがとうございます。今日もね、この配信終わったらアップします。楽しむ。まだ、どうしようかな、どうしようかな。最近あったこと、最近じゃない、今日あったことを先に話したりしようかな。皆さんは今日は何でしたか。お仕事、学校、こんばんは。タツさん、アイスありがとうございます。お仕事、お仕事、アイドルさんかな。仕事、自宅で仕事。皆さん大変だね。水曜日だもんね。ゆりも今日は学校だったよ。ひざしんさん、7つの会議見に行きました。映画ですか、いいな。ゆりも見たい。こんばんは。もちろん仕事中にこそこそと。あら、ありがとうございます。頑張れ頑張れ。行事でスキーやってきた。いいな、スキーやったことない。ゆりたさんのお仕事
ありがとう。おサボり中ですか、お仕事。あら、じゃあ頑張ってね。お仕事中にお仕事。インフル大丈夫？まだ今年なってないです。まだっていうかならないです。頑張りますよ。皆さんありがとう。今日は部活なかったんでそのまま帰ってきました。そんな感じ。あ、そう、昨日喋りきな切れなかったこととかもあったからそれもお話ししようかな。昨日なんか、そうそう、ツイッターのあれと目標、フォロワー数の目標を言ったんですけど、配信でとツイッターが2000人目指してます。で、このショールームが1000人目指してます。夢は大きくいきます。で、その目標っていうのがまだ話しきれてないのがあって、このギターでね、アプガニキさんの曲を弾けるようになりたいですという目標です。でもちょっとね、難しいところがあって、いつもねユーフレットとかそうサイトをね見させてもらって、そのコードとかね探してるんですけど、載ってないっていうのがありまして、どうしようかなって思ってます。どうしようかな。あ、ギズモがいるのかな。いまーす、グレムリン。二の足引いて、二の足ダンシングいいですよね。弾けるかな。懐かしいですか。かわいいよね。この映画よりもすごい好きで、あの DVD で見ました。タツさん、やりたい曲は決まってるの？大体みたいな。そう、でも弾けるかわかんないからな。あ、全部青春、いいですよね、爽やか。そんな感じで、そろそろ行きますかね。コード見て簡単なのがあれば、じゃあ練習していきましょうか。10分経過。あ、待って、テロップ入れるの忘れてた。ダメだ。もう今日はね、最初にテロップ入れようって思ってたのに忘れちゃった。コードトラッカーという紙アプリがあるので、ぜひ。おお、あ、あれかな、コード解析をするアプリかな。使ってみよう。 NS さん、彼女になりたい。彼女になりたい。いいですね。あ、そっちかな、合ってたら。あ、待って、テロップつけなきゃ。ひきちゃん、いいですよね。弾きたい弾きたい。今日もなんかできるのあったらいい、やっていきたいなって思ってます。あ、消えちゃった。ハロモさん、遅刻した。まだ間に合ってますよ。ちょっと雑談みたいなのしてました。来てくださってありがとうございます。音符、エリーさん今来ました、ありがとうございます。テロップ書いてます。
音符の記号を探してます。これにしよう。 OK。 はい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 。出かけないといけないから抜けるね。ジャスティンさん、短い時間だったけどありがとうございました。また来てね。20時からもう一回やります。春だと、あ、ハローだと初期曲の方が簡単かも。なるほど、スマイレージさんの楽曲とかやってみたいな。いけるかな。歌も練習しなきゃダメだわ。また来ます。ありがとう、頑張ります。ファイト。三成さん今来た、ありがとうございます。流星アップソウルさん、韓国語読めない。すごい、なんて書いてあるんだろう。アニョハセヨー、あ、あれが好き、ヨボセヨーもしもしって。あ、はるかまるさん、君は自転車、私は電車で帰宅、聞きたいです。やりたい、キュートさんの曲。君は Z G、 これ打てない。突然すぎて出遅れた。ちょっと直前でごめんなさい。ありがとうございます。君は自転車、私はコード、よいしょ。嬉しいよ、ありがとう。こちらこそありがとうございます。まだ始まってない、全然。よし、とキュットさんの君は自転車、私は電車で帰宅、練習します。とこれはいらない。練習すれば歌えるようになるかもしれない。水野も頑張れ、ありがとうございます。思いのほか弾けててすごい、ありがとうございます。頑張ろう。ポポポンポンさん、こんにちは、ありがとうございます。ポンポン、給水タイムは必要。そうそう、必要なんだよね。つーちゃんに教えてもらおうね。原田鈴香さんギター上手だからね、すごい尊敬してます。会社のパソコンで部下3人と一緒に応援してるから、頑張り。いやー、緊張します。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとう。ポンポンプリンだ、かわいい。ポンポンプリン大好きです。よし、練習。
とうございます。パチパチパチ、ハチハチっていうのね。キュートだとマサラブルーンジ、ブルージーンズいいですよね。かっこいい。マサラブルージーンズ、マサラマサラ、ブラボー、ありがとうございます。いやもうブラボーじゃない。頑張ります。これあれしよう、もっと練習してあげれるようにしましょう。これ弾けるようになったら次の配信とかでも弾きたいです。音符ありがとうございます。トラさん、ダマピーさん、通学ベクトルいいですよね。ユリもめっちゃ好きです、あの曲。でも歌が難しくないですか、鈴木愛理さんの。歌も課題なんですよ。頑張る。アコギ持ってると弦をキュッキュ鳴らしちゃうよね。そう、やっぱそうですよね。なんかね、癖みたいになっちゃうんですよね。これこの音が好き。歌難しいね。うん、愛理か、鈴木愛理さんです。あ、よいしょ。なんか普段iPad 使い慣れてないんですけど、今 iPad でやってます。指先固くなってきた。うん、こっち左手がいい音、これね。フェチみたい。あと何だっけ、好きちゃんってさっきコメントしてくださった方が、自己紹介のスケーブ見えないから少し後ろに置いた方がいいかも。これか、本当だ、ありがとうございます。ここ、あ、ここか、見にくい。どうしようどうしよう、ここ、あ、どどどど。キュートメンバーは本当に後輩に優しいよね。本当に皆さん素敵。やっぱこの間中崎さんの誕生日でしたね。キズモが邪魔してたね。あ、スキちゃん出ました。坂道二人肩を並べて。
あ、服だとギターに隠れちゃう。待って待って、リズムが。心配ことない、なんかずれてますよねこれ。あ、そうか、なんだな、見えるかな。なおやんさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はじめまして、ユリアです。あ、これちゃん見えないか。ユリアです。高校1年生16歳、よろしくね。あ、フォローありがとうございます。1000人目指して頑張ってます。こう見えますか、ソファーって。なんか光が強いですね。ここここダメだ。見えないね。座り心地良さそうなソファーいいですよ。テレビが前にあるんで。候補生の中では一番多いよね。なんだろう、ヤス24さん、初見です。こんばんぬ。ありがとうございます。ユリアです。こんばんぬ。ぬ、右肩のあたりに置いてみるとどう。ありがとう。あ、フォローの数ですか。あ、そうなのかな、嬉しい。よきよき。うんうん、オッケー、ありがとうございます。30分くらいやってるね。なんか今日全然あれだけど大丈夫かな、話してない感じ。なんか思ってるより話してるのかな、分かんなくなっちゃった。本当ありがとうございます。ちょっと全然見てなかった。光が強い。今日の配信スケジュールのお話出ました。あ、ここで言ったかな。このあと20時からも配信するのでぜひ見てね。お、
今日部活は今日部活なしなかったですすきちゃんすきちゃんユリアがすきちゃん知りたい練習だからあれねごめんね全然あれなので完成してないっていうか聞かせられるものじゃないんですけど いいよねこの曲好き練習配信だから OK だよ。むしろナチュラルな感じが良い。いや。なんか音符とか、なんだ、見えない。ありがとうございます。と、うといか。むしろ、やめてください。むしろ。いい配信じゃないよ。頑張ります。アイドル曲弾き語りいいね、ありがとうございます。あとなんだっけ、待って、好きじゃない机に書いちゃった。 OK そうね、あのあれが多い、コードが多いありがとうございます。あと何がいいかな、ゆりが練習してるのなんだっけな、そうなんだっけ、アイドル曲だけじゃないんですよ練習してるの。ハロプロ好きな自分からしたらめっちゃ最高の配信ありがとうございます。あ、この後4時なのでまた来ますね。石焼ご飯くんありがとうございます。またね机に書いちゃったSSW 入れたぞ。 SSW そうなんだなんだっけ、あと何がいいかな、尾崎さんの曲とか、あのやったことあるのは尾崎豊さんの存在と、あとこの間の配信で僕が僕であるためにと、なんだっけ、クッキーとをやらせてもらったかな今までに。ハロー以外でも
と忘れないよ、いつか聞きたい。いい曲ですよね。頑張ります。どう、こないだ、あ、15の夜、あのオーディションの時に歌ってらっしゃってましたよね。でもこれ原曲キーで歌ったらどうなるんだろう。結構低いですよね。イニシャル SK さん、尾崎のコンサートに行ったことあるよ。いいな。私すごい、もう一度も生で見たことがなくて、まあ、かな、そうないんですけど、見たかったです。ライブに行きたかったです。あのだから YouTube とかでライブ映像とかはね見てるんですけど、生で聞きたかったってすごい言ってます。アップアップガールズかっこかりのレインボーを弾き語り聞きたい。レインボーそれはそう。アイルネがカバーしてた曲はアイドル姉さんさん。確かに確かに。宇宙戦艦モンブランさん、ありがとうございます。はじめまして。ゆりやです。高校1年生16歳です。アップガー兄貴さんの新メンバーオーディションに参加してます。応援お願いします。そう、尾崎ひろやさんがね、ゆたかさんのカバーをしてらっしゃるんですよね。フィルムライブなら行ったことあるけど、すごいいいな。15の夜、原曲機だ、楽がき、どんな感じだっけ。落書きの教科書と外ばかり見てる俺、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる、やり場のない気持ちの扉破りたい、こぼしゃの裏タバコを吹かして、見つかれば逃げ場もない、しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つも分かり合えない大人たちを睨む。盗んだ場合、サビできるようになりたい。帰るぬくもりって歌詞が好き。無音カウント応援して回っています。50完了、配信ファイトありがとうございます。ギズボ、いやー、うまくない、ありがとうございます。どうしようこれ、本当だ。
尾崎豊さんの曲、歌詞が好きです。いや、ラブアドバイスできないの申し訳ない。そんなことないです。いや、こんな配信でごめんね。本当だ、キャバリアーズさん似てる似てるじゃないですか。こんにちはって感じアップがギターやるの？プロレスだと思ったプロレスさん？どういうことだ。そう、グレムリンね。もうすぐ1000人、ほんとだー、ありがとうございます。ユリアです、よろしくお願いします。初見のはずだけど、どっかで見たことあるような。あら、ほんと？ユリアって言いますよ。高校1年生の16歳です。あ、そうそう、ユリ、あれもやってみたいなって。指で弾くの練習してるのがあったんですけど、まだできてないの。なんだっけ、なんていう曲だっけ、外国の、あ、わかんないなんですけど、練習中、こっちかな、日本の、あれ、これ日本の曲は、なんだっけ、だ、わ、わ、なんだっけ、かっこいいいやいや、全然できなくてありがとうございます。そう、難しそう。でもなんか、このこっちで弾くのすごい憧れます。ブルージーな感じだ、うん、ブルージー、ブルージーって何ですか、ブルージー、歯で行こうねこういうことですか歯が折れちゃう。あ、ブルージー、ブルース音楽を思わせる、ブルース風の、なるほど、あ、ありがとうございます。ブルースっぽい、そういうことだ。ほんとだ、この親指で、なんだっけ、聞こえるか、これをやりながら今のやつをやるらしいんですけど、一気にできない。難しい。もっとアップガのあやなよりギター上手い。いや、そんな、佐藤あやなさんですよね。いやいやいや、まだまだです。そう、慣れないじゃ人差し指が浮いちゃうんだよね。どうやって親指とできるんだろう。一向に進まない、はい
これできる人いるのかな。冬は指乾燥するから痛めない。あ、なるほど、やっぱ変わるのかな。あんまり分かんなかったわ。ゆりは大丈夫。ヤマハさん、ほわっとした雰囲気の子がブルース調はキャップがあっていいね。できたらかっこいいですよね。できるようになりたい。20時にまた来るね。ありがとうございました。嬉しい、待ってます。20時はあっちで配信しようかな。ベン・ハーパーとかが弾けるようになったらしびれます。あ、聞いたことない。なんだろう、ベン・ハーパー。そう、早くジャズシンガーになりたいね。よりジャズシンガー目指してるんだっけ、あれ。できるよ、声に出せばって昨日誰かが言ってた。ゆりか、そうだね、声に出していこう。カリメロさん、ゆりあちゃん応援してるよ、頑張ってね。ありがとうございます。すごい嬉しいな。ダンスと同じで練習してればいつの間にかできるようになってるはず。なるほど、アドバイスありがとうございます。そうだね、練習、練習だ。別々に練習するといいのかな。ベン・ハッパーはブルースギター界では有名人。そうなんですね、すごい。そんな、頑張ります。ギター習ったりしてるの？自分でやってます。習ってないです。習いたい。でもね、自分でできる限り頑張る。これしかやってない。そう、あとね、なんだっけ、禁断の遊び。そう、まだ練習中だけど。禁じられた遊びだ。身近にアドバイスしてくれる人がいるといいけどね。そうだね、周りではギターやってる子、友達一人いるくらいかな。なるほど、まずゆっくりから始めて正確に切るようになってから徐々にスピード上げていくといいと思うよ。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。嬉しい。なんかずっとなんか一人でやってたから、なんかいいな。でここまでうまく弾けるのすごい。そんなことないです。ありがとうございます。
上手になりたい。あら、もうこんな時間だ。なんかね、グダグダしちゃってごめんなさい。あと何の曲がいいかな。とあと今までにやったことある曲は、そう、昨日じゃなくて一昨日、清志隆人さんの痛いよをカポ2で弾きましたね。ゆりあちゃんのステージまた見たいぞ。ありがとうございます。半年後1年後は楽しみ。上手になれるように頑張る。何がいいかな。エピのギターの音色も素敵、ありがとうございます。これ買って何年だ。あともう一個アコギはお姉ちゃんのを借りてあります。だからもう一本茶色いのがあったりあったり。ゆりあちゃん会いたい、ありがとうございます。ゆりも会いたい。あれ会う機会って次はあるのかな。会える機会、途中報告会、お姉ちゃんの腕前は、お姉ちゃん上手です。あのあれなんだっけ、軽音部でエレキをやってて上手。なんか今日も帰ってきたら練習してて、あ、上手だって教えてもらいたいな。俺も最初に買ったギターはエピフォンだったから嬉しい。本当ですか。これも一目惚れなんで。よく使い込むとボディの響きが良くなるので、毎日可愛がってあげてください。そうなんだ、変わるんですね。毎日弾いてます。確かにお姉ちゃんに習えば最高じゃん。でもお姉ちゃんバイトやってるからな、忙しいな。頑張る。ああれは清志隆人さんの Please Repeat After Me。 お茶飲もう。3月3日にお会いしましょう。ありがとうございます。会えたらいいな。しよう。お姉ちゃんって何歳上？でもそんなに離れてないです。見えん。
歌練習しなきゃ。メトロノームも使うといいよ。なるほど、確かにリズム感がないから使ってみます。清志龍神さんはいいね。おゆりも曲いっぱい聞いてます、聞かせてもらってます。パチパチありがとうございます。全然聞かせられん。なんか男性の方の曲って低くて歌えないこととかあるから、もっと声低くなりたいって思っちゃいます。ありがとうハート。でもなんかこの最初のところが好き、この曲は。ウェンディとかも好きです。あ、でも清志龍神さんの曲で一番好きなのはマイスターとかかな。ご飯何かしら？なんだろう。今日は何か作ろうかな。あ、でも今日8時から配信だから食べるかな。迷う。そうゆりね、最近料理するんですよ。女子力が上がったかも。得意はあれです、フレンチトースト。あのフレンチトーストパン卵の料理作れるの？得意料理は、そうフレンチトーストよく作る。料理配信でもいいよ。そう、それねバレンタインにやりたいなって思ってて、でも昨日あのどうしようって考えてみたんですけど、カメラ固定にしてその範囲で作るとかならできるかなみたいな。本当ですか？見たいって。もぐもぐ配信を早く。お姉ちゃんにね昨日言ってみたら需要ないよとか言われちゃうね。ゆりチョコ配信楽しみ。あら、やっぱやってみた方がいいのかな。お姉ちゃん笑った。そうすごい言われるんだけど需要ある。本当ですか？いや、あのね昨日すごいお姉ちゃんと話していろいろ教えてくれた。ね
なもぐもぐするの待ってるよ。本当待ってますか。あ、流行りのジャガーアリゴでいいよ。本当ですか。明日ね、友達と作るの約束した。なんならお姉ちゃんも一緒に。お姉ちゃんは来ないな。配信にも詳しいのか。詳しい、なんだろう、詳しくはない。一緒にたまに見てくれたり、そんな感じ。これ何分配信してるんだろう。明日はジャガの日、2月7日お姉ちゃんと仲良しだね。この配信何時まで、ちょ全然決めてなかった。何時くらいがいいかな。ちょうど1時間経った。そうだよね。でもあんまりダラダラやってもよくないからあれかな。そろそろ終わりかな。全然あれだ、もうちょっとちゃんとしなきゃ。でもたまに時間があるときは1日2回とかもいいなって。ご飯の時間だな。そうですね。え、皆さん今何してるんですか。ゆるい感じで楽しかった、ありがとう。ゆりたそ見てる。そうだそうだ。え、皆さん家、お仕事、あ、お仕事ってさっき言ってたわ。大変だ。ご飯作ってるよ、すごい。いいな、食べたい。PC の前から動けない。そうそう、見てくれてありがとうございます。皆さんの時間も割いちゃってるのでね、ちゃんとやんなきゃ。星いっぱい集めてくるのであらかじめ予告してくれると助かる。なるほど、そうなのか。あー、出先で見てくれてありがとうございます。そっか、皆さんお仕事お仕事。宿題やりながら聞いてる。頑張れ宿題。今日あったっけ。あるわ。こんばんは、みっきゅんさん、ありがとうございます。じゃあそろそろ1時間経ったので終わりにしたいと思います。今日この後20時から寝るので、かつそっちはあれ、多分自分の部屋で撮ります。話すこともちゃんと決めてきます。宿題頑張、ありがとう。またね、ありがとうございました。あ、待って、読み上げてないな。これよいしょ。ありがとう皆さん。13位ぴょんぴょんしてる。ちょっと待って、シロウさんありがとうございます。パンダ、夢パンダだね。12位さん、まるさんありがとうございます。え、これかわいいアイコンがこうなってる。11位トラさんありがとう。10位ロジックさん、え、チョコの猫かわいい、ありがとうございます。9位フクポンさん、アットユリア、ありがとうございます。このアットのユリアはユリアだったりしますか。ユリだと嬉しいな。8位カリメロさん、ありがとうございます。7位見えない赤さん、ありがとうございます。今どこまで行ったっけな。あ、6位じいさんありがとうございます。5位しましましゃんさんありがとうございます。ギター持ってるうさぎさんが。4位ハイドンマイさんありがとうございます。3位キャバリアーズさん、似てるってさっき言ってたからありがとうございます。で、2位もえずさんありがとうございます。
1位でね、1位、タッツさんありがとうございます。では終わりたいと思います。練習見れてよかった、またね。え、今初見ですって、福岡のこうちゃんさんありがとうございます。ごめんね、今終わるんだ終わっちゃうこの後ね、20時からもう一度配信するので、ぜひ見てくださったら嬉しいです。上手になれるように頑張るね。付き合ってくれてありがとうございました。20時にまた会いましょう。皆さんお仕事頑張れ、お料理作ってる方も頑張れ、食べたいゆりも見に来ますよ、ありがとう。宿題も頑張ってね。じゃあありがとうございました。バイバーイ。